なんか言ったらわかんすか、あの、だから信じてくださいよ。別に俺万引きしてないっすよ。店長すら俺ちげんっすよ。万引きしてないっすよ。確かに俺は今このコンビニの出口の真ん前にいて、ポケットの中にいなり寿司があるけど、まだ万引きじゃねっすよ店長。ねえ、俺が今からレジに行って金払う可能性あるでしょ。信じてくれよ。俺まだ万引きしてねえんだ。頼むよ。俺今からレジに行って金払いてえんだ。払った方がいいって分かってんだ。だから俺はまだ生きてる。俺死んでねえんだ。頼むよ、信じてくれよ。まだやってねえんだ。なあ、だいたいさ、店長あんたの仕事はこんな出入り口に俺のことを相手することじゃないだろう。並んでんぜ、レジに人並んでんぜ。多分みんな思い思いの用事があるんだよ。おのおのにやりたいことがあるんだよ。そっちをさ先にケアするのも仕事だろうよ。お前ら並んでる、お前ら諦めんな。お前らの番も来るから大丈夫だ。店長は、店長はまだ死んでないんだ。だから弟子に行け。大丈夫だ、俺はここを一歩も動かないから信じてくれ。サンキューシャまだだ、まだ俺は万引きしてない、まだ俺は生きてるんだ、まだだ、レジに行きたい、行きたい気持ちはあるぞ、行くとは言わないぞ。見たのか、見たなら見てけよ。ひょっぺーひょっぺーくんだよ。